ね、これもう少しじゃあ、でもそうですね、じゃあもう少しこうそれをね、こう分けて聞いていきたいんですが、地域はまずどういう形でこう絞られたと決められたんですか。まあ、他の方も関心あると思うんで、その業種によってその利益、一人の営業マンに、利益採算のある世帯数ってあると思うんですよ。はい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 。ただその業種で例えば5000世帯とかね、仕事で決める、当たっても外れる、5000から7000っていうことで今回決めたんですけど、でマンション2000世帯、戸建て3000から5000世帯の地域を選びまして、A さんはこの地域、B さんはこの地域と同じ条件で基準を作ったんです。基準を作って、でもここの、じゃあこの道路から出ないでねっていう。そうです。一歩たりともでしないけど。だから近く行くとなんか基本です。それすごいなんか空間。そう。やばい。広がってちゃうのね。そうです。一歩ついついね。一日になってて隣の隣になったとしたならば、そこの人がおいどいで自分を見たいんだって言ってもやっちゃいけないから。わあ、すごい。そのそれをやる遊撃隊を作ってあります。確かに。すごいですね。だから地域を決めたっていうのが入社したての2人、この2人決めて、もう1人ワイワイやってる人がいるんですけれど、それが松本一円をやる遊撃隊なんです。なるほど。だから一歩隔てたところで売りたいって人がいたら、そっちにいいから、なるほど。無視するとあれですね。遊撃隊の人は賃貸もワイワイも全部できる人なんです。なるほど。で、この遊撃隊の人も反響が出ちゃって、オーバーフローしてるんです。へえ。隣にこんなチラシが入ってたとか、なんか事情効果とか何か出てくるんですか。まあ話で出てくるんですよ。すごいですね。道路隔っても同じ町内だったりしますもんね。そういうことは、まあ、町内ではね、今回は学区で切ったんですよ。丸森小学区って定義づけて、そうすると一番分かりやすいのですから、あとは学区ですよね。あ、そうです。学区はね、口コミがあるんですよ。意味があるんだ、口コミが。一番学区はね、一番口コミがあるんですよね。学区結構いいかげんだけど、田舎は学区単位で地域活動が見られますよね。そうかそうかそうか。だから学区のつながりがでかい。学区の一番端に住んでると、隣の学区の距離はすぐ近くなのに、知らないんでね。そうなんですね。松本とかも学区単位でやったりとか、もう見えない壁みたいなんですよね。廃品回収とか学区単位でやったりとかやるんですね。学区に切ったもんですから、いろんなまだこれからも構想あるんですけど、次にやるときには、その地域の一番最初の地域の単位、松本では組長っていう、組っていうのは実際に大切だと思います。赤いランパンマスター。だから〇〇のことがあったら組長に挨拶に行くとかね、そういう仕組みも。うわ、もうすごい接近ですね。組長は固定なんですか。なんか変わる1年ごとに1年ごとに坂本さんがドリップでこうどんな話だって同じ感覚ですよね。一つ気づいたら次から次へっていう。今だからさっきもちょっと話したんですけど、坂本さんとこうやってお話しさせていただくのはものすごく私この本ですけど、やっぱりね、頑張ってる人は巡り合わせをうまく使えるんですよね。例えばこの間の菅谷さんとかね、あの人たちのセミナーも、まあ、予定だったよね、来れなかった人いるし、ちょっと、ね、あれ違った人いますけど、だからやっぱり、ね、今日もこういう形で来たから、やっぱりね、たまたませいか分かりませんが、やっぱり頑張ってる人は巡り合わせを生かすことができるんで、そうすると俺はまだそういう巡り合わせを生かしてないという方、これから来ますので、やっていただきたいんですけど、それもそうですよね。それでですね、ちなみにすごく今大事だったところで、まあ、皆さんまた聞きたかったね、聞いていただきたいんですが、この地域の営業の一人当たりの利益採算でお考えになったってことなんですけども、これは今までの萩田さんの経験ですよね。その一人のこう地域を決められたっていうのは。そうですね、営業の利益採算は、経験から出ますけど、絞りに絞り込んだ地域っていうのを決めるって、今回小学区って決めたんですけど、それを実行するには勇気が必要でした。分母も絞るわけですよね。でこれがだからどのぐらいになるかっていうのが未知数。新年ながらやりやすかったじゃないですか。
思いつくわけだね。あ、だからあの、ね、採用してその2人がちょうどいいタイミングで、うん、いい人材が来てくれたから今だって、うん、思って始めたのが7月に、うん、あ、まだ7月に本格スタートなの、うん、勉強を始めてもあのいいなと思ってもそれまでいるスタッフに今度あなたこういうふうにやるからやりなさいって言っても、はい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 、切り替えっていうのは、うん、やはりエネルギーがいると思うんですよ。いや、そうですよね、うん、だから新しい人が入った時っていうのはチャンス、うん、逆に言えばそれをやりたいために募集して採用して、うん、あ、なるほど、なるほど、逆にもね、ね、まだ、そうなんです、業界の常識はないですね。そうなんですよ。だから英語の経験なし、業界の経験なしっていう人を勧め上げていく、うん、で逆にその辺の今ね、女性でその辺の人って働きたいんですよね、うん、で能力もあるしね、意欲も高いし、経験もそれなりに伝えてるからね、うん、なるほどね。なんか他聞いてみたいことないですか？その配ったチラシとかビラはどうしたんですか？もともとのものそれともこれ用になんか作り直した作りましたね。だからあのチラシもあの会社を折り込みチラシも合わせてやりました、うん、新聞折り込みも、うん、で新聞折り込みはあの会社のイメージを売る、うん、あ、要はお客さん買いたいって人をあの反応させたい、はい、それから売りたいって人に反応させたいっていう広告ですよ、見てみると、うん、だけどあの会社を覚えてもらう、うん、会社は、そうですね、うん、あのいわゆる、ね、会社情報とかそういうブランド付けですよね。そうですね、それが目的、うん、よくあのなんとか何丁目、なんとか何千万とかそういうバーッとその家だけが出てるチラシとかあるじゃないですか。チラ社名は下にちょこっと出る、うん、それではないってことですね。それは商品情報、商品、うん、そうかそうか、やったのが商品情報一切なくて、はい、あの一切なし、一切なしで、で売りたい方への、売りたくて悩んでいる方ご相談ください、で、あの賃貸売買どちらでも、うん、相談を受けることができますっていう意味のもの、なるほどね。だから売り込み広告ではなくて会社の前、あ、それがこう長所の広告に入ってるで、それもだから戸建てとマンションに絞るし、そうだな、何に絞るって、東京の感覚だと新人さんとか、ね、とりあえず学生さんのさ、うん、なんかマンションなんかこっちですよね、一番そのだからスタートする方は賃貸じゃない、戸建て売り、逆に賃貸の、賃貸の難しいんですか？逆にそっちの方が簡単なの？賃貸の簡単ですか？簡単なの、うん、それすごい、賃貸から入らせるみたいな、どっか業界的には結構普通なこと、逆に賃貸の方が難しい、賃貸の方が難しいんです、賃貸の方が楽です、あ、そうですよね、売買の方が大変ですよね、だからですよね。だからよくバイバイをそのやらしてるなと、その初めてのして、急にスタートがえらいハードル高いんちゃうかっていう思っちゃうよね。できちゃうよね。だからあの仕組みをしっかり作って、うんうん、そのような仕組みがこう、うん、すごい雑なもの。結構いいじゃんね。逆に言えば強い敵はどうなんですか？強い敵をとりあえず仮想敵国じゃないけど、あの。まあ、私の把握した限りで、うん、あの競合はここだと、うん、で先生にもお話ししてありますけど、うん、あのマンションの競合があるんだけれど、うん、あのそこがあると完全1位ではない、うん、とりあえず自分で1位、ね、そうそう、一等賞だけで1位じゃないってやつですよね、強者にはなってない、はい、っていう状態だから、うん、マンションは崩せると思うんですっていう話をしてたんですけど、だから逆に言えばあの賃貸よりは強い敵がいないということですよね。そうです、まだ売買の派ね。そうです、うん、それ基本ですよね。ランチェスター学んだの機会に今まで の、うん、あの自分の中のセオリーであったりルールであったり、うん、常識であるっていうものを逆転の発想、せっかくこれだけの出会いがあるから、うん、思い切って、うん、真逆のことをやってみよう、うんうん、賃貸はやりやすくて量も多いから、うん、あれ確率戦なんか、ね、うん、そうですね、そうですね、うん、売買だと数も減ってくるし、うん、あれで一騎打ち戦できっちりやるしかない、うん、いけるっていう一騎打ち戦でいけます、うん、そうですよね、でやっぱりあの手間はかかりますからね、手間かかります、ね、でそうするとあのやっぱりこう
任せられるところに任せていきたいという気持ちもありますよね。だからこの間山田さんが言った最近の営業は信頼が 40% あるから、うん、まずその 40% 作ることが大事だということで会社案内とかそういうイメージの広告を出されてね、それでされてったというところですね。それを、はい、あのスタッフにも従業員にも分からせる、うん、会社がやるのはイメージ売ってんだよ、だから何日折り込み広告あるよっていうのも、うん、それで反響が来るって期待しちゃうけど、私自身そういうふうに考えてますから、うん、でそれを従業員も分からないと何か広告っても反響ないじゃないかなとして、それあれは皆さんの援護射撃です。本当に、すごい、援護射撃会社は常に援護射撃するけど、お客さんが選ぶのは皆さんの活動だよっていうこと、うん、で、個別ポスティングそっちですよね、会、うん、った時の、うん、それ売れなくてもまたハガキだとか定期的なあれも使えますもんね。あのもしか、今日なんだけどって言って問い合わせだけが、問い合わせだけ、そうですよね、リストになりますよね、リストになりますもんね、リストになるね、でも買った人はもちろんなりますよ、買いのお客さんの方も超接近戦っていうことで、あの見つけてもらうっていうのをあのオープンハウス見学に絞り込んでます。だからネット戦略とかいろんなものがありますけれども、誰々見て、そのさっき言ったあの、無理情報とかいっぱいそういうのを広告書いて、それ見て問い合わせをするってお客さんではなくて、向こうから来てくれる超接近、会いたいっていうね、そうですよね、絞りまして、それ以外の時も反響なくてもいいんですか、買いたいっていうところまで絞り込んで、でオープンハウスになりましたら、それも爆発しちゃって、オーバーフラッシュしちゃって、あーあーそうですよ ね、 ね、ご案内するっていう、そうやそうだ、そうか、引き返しなんですよ、やってる時間の間に、だから今度はちょっと人数増員しよう、そうですね、現場に人がいないと思います。だからあのやってることの、露出とかの相乗効果なんですよね、そういう形で、そういう広告出して、あとはチラシは接近チラシね、そういうチラシで、かつオープンハウスやってるんで、あの他がやっぱりやらないことをきちっとやり続けてる、それが余計こう重なってきて大きな成果につながってるのかなっていう感じがしますよね。なるほどね。そんだけ売る人が情報が多ければ買う立場に今なって考えたら選べるわけじゃないですか。他のところだったら1個しかないけど、ここだったら同じ価格帯で同じような地域で3つあるとなれば、当然そっちに行けますよね。そうですよね。選びたいっていう、探してる時ってやっぱり同じ近所で同じ学区とかってことも ね、 それ大きいですね、その中でそうね、そっちも最近分かったんだけど、